松川るいは、日本の政治家、外交官、自由民主党所属の参議院議員、厳正、新居、元防衛大臣政務官兼、内閣府大臣政務官、奈良県奈良市生まれ、私立四天王寺高校、東京大学法学部、第二類卒業、1993年、外務省入賞、1997年、アメリカ合衆国の、 ジョージタウン大学国際関係大学院を修了し、修士号を取得。1999年外務省、条約局法規科課長、補佐。2002年アジア太陽州局地域、政策課課長補佐。外務省では、国際宇宙ステーション、南マグロ国際裁判、アセアン協力や日中間協力、タイフィリピン等、タイアセアン諸国の外交交渉に携わり、 2004年から軍縮会議日本政府代表部一等書記官として各軍縮インテリジェンス部門で国際情勢分析に取り組んだ国際情報統括官組織主席事務官を経て2011年日中間の三国がソウルに設立した日中間三国協力事務局でサル・大取基地局長の下で次長に就任し2013年まで務める2014年 安倍内閣が掲げる女性が輝く世界を推進するため外務省に新設された女性三角推進室の初代室長に起用された2016年外務省を退官した同年自由民主党大阪府連が実施した第24回参議院議員通常選挙の候補者候補に合格し府連は大阪府選挙区での公認を党本部に申請自民党公認で 大阪府選挙区から出馬し、同区トップの得票数で初当選した。ありがとうございます。